マックサカネサブチャンネルご覧いただきありがとうございます。わかるかな、まあそもそもピントがボケてるでしょ。ここね、縦に置いた3センチのシルエットターゲット置いてみたんですけど、あれ当たるかな。せーの、おー当たった、さすが APS-3 最高です。というわけで今日はね、 BB 弾の何でしたっけ、大きさ計測選別してますか、そう選別してますかっていうやつですね。私もねやったことあるんですよ。 BB 弾の選別って何かっていうと、 BB 弾のはプラスチックで完全な深淵ではもちろんないですよね。でなんで私はマイクロメーターとかで、こうなんかね、上下方向、縦方向、横方向、奥行きの3面をねこう測りながらね、違うなってやってね、懐かしいな。どれぐらいやっただろう、もうほんとね、何百発の中からもう数十発を、もう数十発も十数発ぐらいかな、なんか選択ね、こう測ってね、でこれはこう置いといてみたいなね。でまあシルエット APS ってね、あのシルエット競技っていうのがあって、まあ、6から10メートルまで打つんですけど、10メートル先の 3×3 センチってね、今の打ったやつね、あれ当たるの多分エアガンのもう限界の性能ぐらいな感じですよね。確実に固定して打っても毎回当たるかって言われると、確実と言えるのかなっていう感じだと個人的には思ってるんですよね。 なのでまあ多少精度上げたいということで、 APS の初回ですよ、第1回大会とかね、そんな感じでやってましたね。懐かしいな。でもそれ以来ね、今も全然やってないですね。でやらなかった理由と、どういう選別でどういう方法があるかっていうことについてね、簡単に紹介します。でまあ今みたいな感じでこうね、いちいちねこうねまあよくやってたなって我ながらすごいなと思います。そういうやつもあるし、あと BB のゲージでいっぱい穴が開いてるのがあって、 5.9 ミリとか 5.91 ミリとか分かんないけどね、そういうのがあって、こうザラザラザラってやってこうふるいにかけて、何ミリから何ミリまでのやつをやるとかいう選別方法もあるし、あるいは実際に10メートル先でね、回収できる柔らかい的に向かって打って、でまあグルーピングがいい球を選別して置いといたりですとか、まあ他にも多分方法あるでしょうっていう感じで、要するに BB 弾のいい球、深淵度の高い、あるいはまあちゃんと当たる球っていうのを選別するっていう作業ですね。で、まあ、どうしてやらなくなったかっていう理由はもう何度も言ったと思うんですけど、まあ、そこまでの技術レベルに達してないなっていう感じなんですよ。APS をの試合出た方だと分かると思うんですけど、これマジで5メートル先のこんな的の5センチっていうか、もう紙すらね外しかねないこともあるんですよ、マジでね。ね、山中社長ね、なんで要するにまあそこまでもちろんね、意味がないわけはないと思うんですよ。やっぱり B 弾当たることに越したことはない。でもそれ以前にまあ自分のね、まあ、ヒューマンファクターの方がかなり大部分を占めてるんで、例えばもう自分でも5メートルで、例えばもう毎回 X を外さないですとか、あるいはまあそうですね、まあ、10メートルの 3×3 ももう外さない、もう外したのはビビアの精度でしょうっていうぐらいになったら考えるかもしれないですけど、今のところはまあとりあえずある程度の精度が出ているので、自分なりには満足しているので、選別するところはないかなという感じですね。なのでまあこの前のあれと一緒ですよ。BB ローダー使いますかっていう、まあ自分が使いたければ使えばいいって、まあこれ言ったらもうおしまいですけど。やって意味はなくはないと思うんですけど、まあそれやるんだったら自分的には一発でも BB 弾を選別してる間にね、一発でも多く空打ちして5メートル先のねカチンって APS-3 空打ちできるじゃないですか。まあそういう風に時間を取っといた方が、まあ自分なりにコスパは高いかなという感じなんでね、はい、もう確実に腕が自分の納得ところまでいけばね、この BB 弾じゃないとね当たんないねみたいなことになるかもしれないですね。はい、
ねえ、いろんな世界があるんですね。 BB 弾を測ってね、試合でそういうふうにバカにしているわけでもないですよ。だからまあそこら辺まで行けばね、私もまたやると思いますしね、まあ、そういうこともあるかなと。ちなみにスティールチャレンジについてはもう全然選別はしてないですね。スティールチャレンジで一番精度が必要なのってオプションプレートでしたっけ、8センチですよね、 5.5 メートルぐらいでしたっけ、ぐらいなんで、まああるに越したことはないけど、まあ、今の 0.2 グラムの球で飛ばして、まあ球のせいで外してっていうことも考えあんまりないんで、まあ、今飛ぶ必要ないかなっていう感じですね。はい、というわけで BB 弾の選別について、あ、そうか、あれあるじゃないですか、あのね、ライフルで長距離撃ってグルーピング競うようなやつね、あの電動ガンとかエアコキとかでライフルとかね、エアガンで、まあ、そういうのだと必要になるのかな、まあその辺多分ね、私は全然よくわからないですけど、まあやってる方の方がお詳しいと思うんで、まあそこら辺もいろんな選別ね、目的によってね、まあ選別も必要だったりするのかもしれないですね。はい、というわけで簡単なんですけど、 BB 弾の選別について、あのどうしてますかっていうことに関してね、私なりに動画を撮ってみました。ご視聴ありがとうございました。